どうもみなさんこんにちは、チャックパスです。本日はですね、こちらの空地下カードありますよね。正式名称は ANA2Me カード、パスも JCB、パスも一体型ということで、一世を風靡したね空地下カードなわけなんですけども、こちらのね、ポイントプログラムとパスモのね、ポイントプログラムメトポっていうのはですね、今回ね、統合いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、このね、空地下カードのポイントプログラムと、パスモのね、ポイントプログラムがね、えー、統合されて、一つのね、メトポっていうポイントプログラムにねなったんですよね。で、今回ですね、影響があるっていうのはですね、このね、空地下カードを持っている方は、手続きしなきゃいけないんですよね。ですので、 もしね、この空地カ,カード保有されている方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、またね、パスも利用されている方で、このね、パスものメトロポイントね、貯められている方に関しては、今回ね、統合されてですね、今までね、このメトロポイントっていうのは、 ANMILE とかで7個とかにね、ポイント交換できなくて、PASMO のチャージにしかね、利用することができなかったわけなんですけども、ANMILE、うん、とかね、7個ポイントとかにも交換することができるようになりましたので、普段からね、PASMO を利用されている方、またね、空地カ,カードをね、保有されている方で、ポイントがね、ある方に関しては、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらがですね、公式サイトになっておりまして、2020年4月15日、ポイントサービス統合についてということで、4月の15日に、トゥーミーカードのメトロポイント、こちらが空地カカードのポイントプログラムですね。で、もう一つ、メトロポイントクラブ、メトポにサービス統合いたしましたということで、このメトロポイントプログラムっていうのが、パスモのね、ポイントプログラムになるわけなんですけども、今回ね、この空地カードのポイントと、このね、 ハスモのポイントプログラムがね、統合されたということで、本当になんでこんな同じようなね、名前をつけて、 えー、しまったのかっていうところで、非常に分かりづらかったわけなんですけども、まあ、今回ね、一つのポイントに、メトポっていうのをね、統合されたって言った形になります。で、記載がある通りですね、2020年4月の14日以前にトゥーミーカードを入会した会員は、新しいメトロポイントクラブ、えー、メトポに残高以降合算するためのお手続きが必要になりますということで、ソラチカカードをね、持っている方で、ANA マイルのね、有効期限延長とかで、ソラチカカード発行された方はですね、ポイントね、あると 思いますので、一つね、注意事項なんですけども、今現時点でね、ポイント移行されている方はですね、この手続きできないみたいですので、もしね、ポイント移行されている方に関しては、ポイント移行が済んでからね、こちらの手続きね、え行うように、 してください。で、新しいメトロポイントクラブメトポのポイントサービスということで、パスモのお持ちを対象としたメトロポイントクラブメトポとトゥーミーカードをお持ちの方を対象したメトロポイント2つのポイントサービスを4月の15日に統合いたしました。よりわかりやすくお得にご利用いただける量サービス統合し、新しいメトロポイントクラブ 新しいメトロポイントクラブ、メトポとして、えー、共通のポイントたまる、使えるようになりましたということで、今までのこのパスモのね、メトポと、えー、この空地カカードなどのね、ポイントプログラムが、こっちにね、統合されて、えー、メトポになったっていった形になります。で、新しいポイントサービスの概要ということで、ポイントのたまり方ですね。一、えー、つ目、パスモにメトポを登録することで、毎月東京メトロをご利用、 状況、会員ランクに応じてポイント貯まるほか、オフピークキャンペーンや休日メトロ乗る放題参加によりポイントが貯まります。それに加えて、トゥー m e カード会員であれば、パスもトゥーミー m e カードをメトポに登録することで、トゥー m e カード、会員限定ポイントサービスとして、これまでの乗車、電子マネーの利用、クレジット決済による ポイントに加えて、1のポイントも貯まりますということで、このね、パスモンをメトボに登録することで、毎月のね、東京メトロご利用状況のね、ランクに応じてパウントが貯まるほか、こちらも溜まって、さらに、トゥーミーカード会員であれば、 これまでの乗車、電子マネー、クレジット決済によるポイントに加えて、こっちも溜まっていくっていった形になります。で、次にポイントの使い方ですね。こちら重要な部分になっていくわけなんですけれども、10ポイント10円単位でパソナルにチャージすることができます。二つ目ですね、7個ポイントに交換することができます。500メトポポイントが507個ポイントに交換することができて、ANA 周りに交換することができます。2Me ーーカード本会員であれば、2Me ーーカード会員限定ポイントサービスとして、 専用レートででで交換すすることができますということととがきまいう普通にねクレジットカードを保有されてない方は1000ポイントが500マイルっていうふうになりましてソラ地下カ,カードを持ってる方は100ポイント90マイル。 90%ですね。空地下カード以外の2ミーカードを持っている方は1000ポイント600マイルということで60%で交換することができます。またね、今回の改定によって2ミーカード会員であれば2ミーカード家族間ポイント移行ということで本会員と家族会員の間で貯めたポイントをね、相互で移行することができるようになりました。で、今回のね、サービス統合についてこういったね、図がね、紹介されておりまして えー、こちらね、非常に分かりやすくなっておりますので、ぜひね、こちらチェックしていただければなと思うんですけども、まあ今までね、このパスもを使ってた方はですね、利用先はね、パスもチャージにしかね、ポイントを使うことができなかったわけなんですけども、今後、統合後はですね、PASMO をね、登録していただければですね、パス s へのチャージもできますし、7個ポイントにも交換できますし、ANA マイルにも交換できますし、 またね、え、ラチカ,カードとか持っている方は、家族間でね、ポイント移行することができるようになったわけなんですよね。ですので、まあ、今回のね、一番影響あるのは、こっちの、えー、パスモだけ利用されてた方はですね、今後ね、こっちとかにね、交換することができるようになったということで、まあ、利用しやすくなったかなっていうところですかね。で、ソラチカカードとかね、保有されている方は、まあ、メトロポイントがね、溜まってたわけなんですけども、まあ、今後もね、名前が変わった、え、メトロポイント、メトポが溜まって、まあ、利用できる幅が増えたとすると、まあ このね、家族会員で移行することができるっていうところですかね。で、次ね、ポイントサービスの主な変更点ということで、メトロポイントが、えー、メトロポイントクラブメトポに変わりますよ。ポイント名称が、えー、メトロポイントから、えー、メトロポイントに変わりましたけども、こっちはこのメトポになったよということで、めちゃくちゃわかりづらいですよね。 で、ポイントサービスを受ける手続きということで、まあ今まではですね、カードを入会してメトロポイントプラスにパスモを登録していただく必要があったわけなんですけども、今後はね、メトポにカードを登録してメトポにパスも登録していただく必要がございます。で、会員サイトがですね、今まで2ミーカード会員サイトになってたわけなんですけども、 今後はメトポ会員サイトに変更になります。トゥーミーカード会員専用サイトはサービス終了しますということで、これね、アクセスしようとすると、 え、こちらですね。もう移行しましたって感じでね、えー、記載になっておりますので、まあこちらもね、変わっていきます。で、えー、会員サイトにログインですね。今まではログイン ID、to m e カードのお客様番号と、パスワード、to m e カードの Web パスワード。まあこちらだったわけなんですけども、今後はね、ログイン ID は、メトボお客様番号またはメトボのメールアドレス。パスワードはメトボの Web パスワードがね、必要になります。で、多機能券売機、IC チャージ機へのログインということで、今までね、to m e カードのお客様番号、 と、えー、パスワードが確認番号だったわけなんですけども、えー、ログイン ID メトボのお客様番号またはトゥーミーカードのお客様番号で、えー、パスワードはエキパスワードがね、必要になります。で、このエキパスワードなんですけども、えー、私みたいにですね、2024年4月14日以前にトゥーミーカードを入会した会員については、 移行措置として4月の14日時点で設定されてた確認番号と同じ番号が2020年4月15日にエキパスワードとして初期設定されますので o m e カードお客様番号とエキパスワードの組み合わせで多機能販売機、IG、IC チャージ専用機にログインしてポイント参照やパス名へのチャージ等を行うことができますただしメトポへの o m e カードの登録手続きを行っていない場合 パスモの解除は可能ですが、パスモの登録変更はできませんということで、このメトポへのえトゥーミーカード登録手続きを行ってない場合はね、パスモの登録変更もできないということで、とりあえずこれね、後でやってみたいと思います。 で、それ以外の変更点ということで、これまではね、こちらのロゴだったわけなんですけども、今後はね、こちらのロゴに登録されるっていうところですね。で、次にですね、4月14日以前にカード入会した方の必要な手続きということで、冒頭にもね、言っていると思うんですけども、4月14日以前にですね、カード入会した会員はですね、4月15日以降にメトポ会員サイトにて、メトポへの 2Me カード手続きを行ってくださいということで、こちらね、手続きしなきゃいけないんですよ。 で、人によってね、パターンはね、分かれていると思うんですけども、まあ、こちらにね、応じて利用していただくということで、まずパターン1ですね、メトポ、メトロポイントプラス、ともに登録済みで、同じパスも登録している方、えー。パターン2ですね、メトポ、メトロポイントプラス、ともに登録済みで、それぞれ別のパスも登録している方。パターン3ですね、メトロポイントプラスのみ登録済みの方。4ですね、メトポのみ登録済みの方。次ですね、 メトポ、メトロポイントプラス、ともに未登録の方ということで、まあ皆さんね、あのカード保有されている方はですね、こちらに沿ってですね、利用ね、していただければなと思います。もう私もね、この空地下カードね、全然使ってないですし、今ね、もうスマリボで、あの、割引を受けて、あの、年に一回使ってね、えっ、ー、と、800いくらの年会費で、まあ1000円マイルもらってるみたいな、まあそういった感じでね、指導さ、さ、 指導しておりまして、ここら辺もね、覚えてないんですけども、登録した覚えがね、あんまりないんで、多分私はね、このメトポ、メトロポイントプラス、共に未登録の方にねえ、なると思うんですけども、まあ、後でね、ちょっとやってみたいなっていうところなんですよね。なんですけども、多分ね、このメトポに登録って、これ、駅まで行かないと多分できないと思うんで、もしかしたらね、ちょっとやってみたいと思いますけども、実際にできるかどうかちょっとね、わかんないですね。 はい。まあ、こういった感じでですね、手続きは必要なんですけども、人によってね、あの、利用方法異なるのと、冒頭にも言ったと思いますけれども、ポイント交換中の方はね、まだ利用することはできませんので、ポイント完了してからね、利用していただければなぁと思います。それではですね、実際にやっていきましょう。メトロ、メトロポイントプラスともに未登録の方ということで、私はね、多分これに入ってると思います。で、 え、作業フローがですね、こういった感じでね、人によってのね、パターン別で書いておりますので、まあ、これ見ればね、誰でも簡単にできそうなんで、これはね、非常にわかりやすくていいですね。私の場合は、この、えー、会員登録のページでね、えー、この ToMe カードをお持ちの方を選択していただいて、メトモに登録するカードの情報を入力して、手続きを行ってくださいということで、これでね、やっていきましょう。で、こちらが、えー、メト t のね、会員サイトということで、私はね、登録してませんので、新規登録。 でも、お持ちの方の方を選択ですね。で、規約があるんで、規約を見ると、会員登録に進む。で、こちらをね、ズームカード認証ということで、こちらをね、入れていきましょう。ではね、入れ終わりましたら送信いたします。そうすると、本サービスに登録するメールアドレスを入れてくださいということで、メールアドレスを入れましょう。メールを送信しましたということで、会員サイト URL をお送りしました。メールに記載の URL から会員登録を行ってくださいということで、 会員登録をいたしましょう。ではね、えー、登録しているメールアドレスの方に、えー、メールが来ておりましたね。この度はメトロポイントクラブにお申し込みいただきました。ありがとうございます。メールアドレス登録を申し込むを受けたまわりましたということで、えー、新規会員登録手続きをしていきます。これで OK ですね。メールアドレス会員登録完了ということで、お手続きあり、ご入力いただいたメールアドレス完了して、引き続き会員情報を登録してくださいということで、次に行きましょう。 そうすると、えっ、ー、と、個人情報をね、入れる画面になりますんで、個人情報を入れていきましょう。では、入力したら登録するですね。はい。ということで、えー、会員登録完了ですね。ありがとうございます。会員情報は登録完了しました、えー。メールアドレスにパスモの会員でログイン必要な情報を送信しました。確認くださいということで。こちらね、利用されている方はもちろん知ってると思うんですけども、このね、今、メトポの会員登録を行いましたよね。ですけども、パスモをですね、登録しないとですね、こちらね、 たまんないんですよね。まあだからこれからもしね、東京メトロとかを使ってポイントを貯めていきたいっていう方は、このね、PASMO の登録ね、確実にしてください。で、登録方法ね、こちら記載ありますけども、えー、こちらね、物理の機械でね、登録しないといけないということで、えー、っと、ネットでできないんですよね。はい。で、今後ね、5月ぐらいにですね、モバイルパスモの方は、まあネットで登録できるようになるみたいなんですけども、 クレジットカードの方はね、どうやらネットでできなさそうですので、まあこういったね、駅に記載のあるね、この機械でね、利用していただく。あともう一つ下にもあったと思うんですけども、まあこちらね、まあ行く機会のある方はですね、こちらの駅でですね、物理の機械で、このパスもね、登録作業しないと、このメトポっていうのはね、溜まっていかないっていう風になりますんで、今後利用されたいっていう方はぜひね、覚えておいて、 くださいで次にですねメールアドレスの方に、えー、メトロポイントクラブの会員情,会員情報登録ありがとうございますということで、まあ、お客様番号とパスワードがね入っておりますのでまあ、こちらでねログインしていただくまたねエパスワードとかもこちらにね記載がされておりますではねえー、っとログインねしていきたいなと思いますはいということでこちらでねメトポの方に会員登録ねすることができました 2024年4月14日以前に 2Me カード入会した会員は2024年4月15日以降にメトロ会員サイトでメトロポイント 2Me トカードの登録手続きを行ってください。メトロポイント 2Me トカードで行うことで 2Me カードのポイント口座に貯まっていたポイントがメトロポイントクラブメトポに口座に移行され合算され紹介利用できるようになりますということでまあ今ねこちらの登録をね行ったということで 今現時点で空地、えー、カカードにポイントね、残ってる方は、この作業をしていただければですね、こちらにね、ポイントが表示されて、えー、利用ね、することができるっていう感じになります。 はい。ということで、今回ですね、こちらのね、空地下カードのえポイントプログラムとえ、パスモのね、ポイントプログラムがですね、パスモのポイントプログラムの方に、まあ、ポイント統合されて、今後ね、運用されていくということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、今回ね、ちょっと乗車ポイントについてはですね、あの、話ね、しなかったわけなんですけども、ちょっとね、動画長くなっちゃうんで、もし知りたいよっていう方は、またね、別の動画ね、作りたいなと思いますので、え知りたいっていう方は、ぜひね、コメント残しておいていただければなと、 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が良くインった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリカ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することができまして、またね、4月1日に、あのカードのポイントアップ動画出ておりますので、こちらね、LINE 公式アカウント限定で配信しておりますので、気になる方はぜひね、チェックしていただければなぁと、 思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ